皆さんこんにちは。さあ始まりました KCN 情報発信スタジオ KSTAR。 この番組は生駒市にある KCN スタジオ情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。さあ今日はなんとですね、うん、時間がないんで早速いきたいと思います。中継はですね本奈良行こうかということで、うん、市川さん行ってくれております。呼んでみましょうか。市川さん。はい、市川真由です。なんかすごい太陽がさんさんで暑くってちょっとうちわですいません。ということでね、私は今大和郡山市のとある場所にやってきております。なぜ市川が大和郡山に来ているのか、いや、なぜ市川が伝来しているのか分かりますか？すいません、何言うてるんですか？市川が伝来、どういうこと？オタク鉄砲なんやろ、市川さんちの家系図でも見せられるんですか？鉄砲伝来みたいな話をしてよう分かる。違う、どういうことですか？なんと、聞いてください。なんと今年はね、大和郡山に金魚が伝来して300年という記念イヤーなんですよ。ご存知でしたか？ああ、なるほど。いや、それをそっと言うてくれたのにな、うん、いつも市川さんに戻ってくれてありがとう、うんうん、確かに金魚ってちっちゃい頃から見てますけど、うん、あんま詳しいことって知らないですよね。あんまりよう分かってない、うんうん、そう、うん、そうなのよ。本当さん、いいこと言った今。めちゃくちゃ最高。今回はですね、金魚についてのお勉強会でございますのでね、詳しくは後ほどお伝えしたいと思いますので、皆さん学ぶ準備をお願いいたします。お楽しみに。最後は矢沢永吉になってましたね。最高。最高。まあでもね、金魚本当にね、あまり知らないよね。確かにそうですよね。金魚は分かってるんだけど、うんうんうん、じゃあそういうとこちょっと今回は皆さんで一緒にお勉強しましょう。はい。さて今回もですね、生駒市の園芸店グリーンプラス山町さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内します。その詳しい育て方を聞いていますので、こちらをご覧ください。今日のおすすめは八重咲きベゴニアのパソダブルです。春から秋に小輪の可愛い八重咲きの花が長期間開花します。日当たりの良い場所で育ててください。真夏は直射日光を避け、半日陰に移動させましょう。室内で育てる場合は明るい窓辺に置いてください。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。乾燥に強く過湿に弱いため、水のあげすぎには注意しましょう。肥料は植え付けの際に元肥を施し、月に一度液体肥料を与えます。枯れた葉や花はこまめに取り除き、風通しを良くしましょう。はい、これからも結構増えていくんですか？そう、結構増えていく種類だと思いますよ、ベゴニア。いいね、これ。うん、綺麗ですよね。グリーンプラザ山町さんでは、たくさんのお花や観葉植物、お野菜の苗も扱っておられます。ご興味のある方は、ぜひお店へお出かけください。さあ、続いてはトピックスのコーナー参りましょうか。今朝では撮影クルーが奈良県各地を飛び回りまして、地域の話題をくまなく紹介します。まずはじめは、開幕目前、スポーツの祭典に関する話題です。ご覧ください。7月3日、生駒市の近畿大学生駒総合グラウンド陽球場でアーチェリーパリオリンピック日本代表の公開練習が行われました。近畿大学はアーチェリーの名門として多くの選手を輩出。その練習は主に生駒市の練習場で行われています。オリンピックのルールでは、70メートル先にある直径122センチの標的を狙い、矢が刺さった場所によって得点や勝敗が決まります。パリ大会のアーチェリー競技には近畿大学出身の3選手が出場します。まずこちら、古川高晴選手。過去5回オリンピックへの出場経験のあるベテランで、ロンドン大会では男子個人で銀メダル、東京大会では男子団体と個人で銅メダルを獲得するなど、日本のエースとして活躍しています。続いて、オリンピック初出場の野田さつき選手。世界選手権3位の実力者です。そしてこちらも初出場の中西純也選手。世界選手権での活躍で出場権を獲得しました。この競技は弓を放つ際のフォームが重要であるため、監督やコーチに何度も指導を受けながら矯正していくんだそうです。
後には記者会見も行われました。金メダルを取るための練習をしてきて、今だんだん調子が上がってきているので、このまま最後焦らずに調整をして本番で金メダル獲得できるように頑張っていきたいと今思っています。しっかりワールドカップで戦っていけるような感覚も持てているので、しっかりチャレンジャーとして頑張っていきたいなと思っています。今回のオリンピックが初めての出場になりますが、やっぱりメダル獲得が一番の目標で、そこに向けて自分のパフォーマンスをしっかりできるように頑張りたいと思います。以上です。いや、盛り上がっております。もう頑張ってほしい。パリオリンピックは7月26日からフランスパリで、開催されます。アーチェリー競技はですね、28日に女子の団体戦から始まります。ぜひ皆さん頑張ってください。あ、ぜひですね、このお三方頑張っていただいて、んでね、ちょっと落ち着いたら、一度スタジオに遊びに来てほしいよね。お話聞きたいですね。ちなみに僕は近畿大学出身、いわゆる後輩ですから。おー、アーチェリーは、やったことないぜひ来てください。お待ちしております。さて、続いてはですね、広陵町で開催された人気メニューを楽しむイベントの様子です。ご覧ください。7月6日からの2日間、広陵町で唐揚げフェスタ in 竹取公園が開かれました。このイベントはコロナ禍でお祭りをあまり知らない子どもたちに夏のにぎわいを楽しんでもらおうと開催されたものです。おいしい会場では県内のお店8店舗がこだわりの唐揚げを販売。他にもドリンクやスイーツなどたくさんのお店が並びました。唐揚げ専門店だけでなく、ラーメン店や大和牛ホルモンの天ぷらを販売するお店でも唐揚げを販売。さあ、こちらのお店ではフライドチキンバーガーも販売されていましたよ。そしてスタッフも満面の笑み。そして気温30度を超える猛暑の中でも行列が途切れなかったお店がこちら、焼き鳥鳥春です。こちらの唐揚げは奈良の醤油で仕込んだタレを使っているそうなんです。食べ比べのためなのか、他のお店の唐揚げを食べながら唐揚げを注文している人もいました。もう唐揚げ三昧さらにかき氷やスイーツも大好評で、大人も子供も大満足の様子でした。はーい、ちぃ。チャーハンと唐揚げとフライドポテトですね。唐揚げ目的やな。はい。唐揚げを食べに来ました。暑すぎて。暑くて先に。先にかき氷。かき氷から。何味それ。チョコ味おいしい。すごい。サクサクで美味しいです。揚げたてですごく美味しいです。焼き鳥をちょっと。唐揚げ先食べたの。はい。焼き鳥好きなんです。みんなめちゃくちゃ嬉しそうやね。唐揚げって美味しいですよね。やっぱもう定番やから、もう美味しいや。おぎゃーやーって言ってる人もいてましたけどねちゃんと喋れみたい。ありがとうね、本当に。さあ、続いてまいりましょう。生駒市で行われた音楽イベントの模様です。ご覧ください。来たね。7月7日近鉄生駒ケーブルの駅周辺でミニコンサートを行う駅コンが開かれました。このイベントは宝山寺参道周辺で行われる生駒万灯会のプレイベントとして開催されたものです。近鉄の協力で駅前や駅構内での音楽イベントが実現しました。まず生駒三条駅で行われたのは、風呂好きの風呂好きによる風呂好きのためのバンド、オフロッソによる演奏です。会場みんなノリノリです。おー、いい感じ。いいね。続いてはグリーンヒル生駒で行われたトモー&サキによるピアノとバイオリンの演奏。こちらがトモーさんですね。そしてこちらがサキさん。お客さんも見入っています。お二人の娘ちゃんも演奏に参加しています。
これ演奏してんねや。すごい、もう鍵盤見ないでも分かるみたい。そうです。またトモ&サキのお二人は近鉄生駒ケーブルの鳥居前駅でも演奏されました。そして宝山寺駅では山本陽子さんとジャスミンさんによるインド楽器タブラとタンプーリでの演奏が行われました。最後は竹内海人さんによるクロマティックハーモニカの演奏です。綺麗な音色ですね。訪れた皆さんはハーモニカの音色を聞きながら初夏の夕暮れに包まれていました。はい、このトモ&サキさん、山本陽子さん、竹内海人さんは生駒在住のアーティストなんです。そうですか。はい、でね、生駒万灯会は9月22日日曜日に開催される予定です。こちらもぜひお楽しみに。これね、万灯会はね、だいたいですね1000基の灯籠とおよそ1万本のろうそくで、もう幻想的な雰囲気になりますので、こちらもぜひチェックしてください。さあ最後はですね、開催中の展覧会の模様です。ご覧ください。現在奈良市の大和文化館で特別展レスコビッチコレクションの3ものパリから来た北斎広重北慶楽帝が開催されています。この特別展ではパリ在住のジョルジュ・レスコビッチ氏の数百点に及ぶ3ものコレクションからおよそ260点が前期後期に分けて展示されています。刷り物とは江戸時代の版画のうち販売用ではない特別な注文で制作された作品のことで、現存するものが少ない貴重な芸術品です。今回展示されたものの多くは和歌の一種である京歌に絵が添えられたもので、絵師はこの京歌を作る集団から依頼を受け制作しました。特注品であるため高価な材料や最高水準の技が使われることも少なくありません。こちらは葛飾北斎の作品富士図です。雲の部分に真鍮を使っており、紙に凹凸をつけて富士山を表現するなど非常に手間のかかった作品です。手前には芦ノ湖も描かれておりましたね。また祝い事などにも使われたようです。虎が描かれたこちらの作品、虎年の正月に書かれたものと見られるそうですよ。さらにこちらの作品も犬年のお正月に配られたものと見られ、主催者2人とその仲間内で狂歌を読んでいたことが伺えます。ちなみに狂歌というのはね、滑稽な和歌というようなことだそうです。最後はこちら、有名浮世絵師による合作です。葛飾北斎をはじめ歌川豊国、勝川春英などの絵が一枚に収められた豪華な作品です。この展覧会は9月1日まで行われています。これは見応えあると思いますよ。最後のみんな浮世絵の有名の人たちが一緒に描かれてる、豪華ですね。もうこれもオールスター、浮世絵のオールスターですからね、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。前期展示は8月4日まで、そして、後期展示は8月6日からになっております。7月21日には講演会、7月28日には日曜美術、講座、8月4日には講座美術の窓が行われるということです。以上トピックスのコーナーでした。 KCN 情報発信スタジオ、今朝まだまだ続きます。お客様から信頼される信用金庫、地域発展のお役に立つ信用金庫、家族の幸せを大切にする信用金庫、皆様の幸せな暮らしのために大和信用金庫。さあ続いては奈良の気になるスポット、人物ことを紹介するピックアップザ奈良のコーナー、前半は本奈良いこかです。今回は大和郡山に金魚が伝来して300年ということで、うん、市川さんがある場所から金魚について教えてくれます。これは皆さん勉強になりますのでね、はい、参りましょう。市川さん、本奈良いこか。
金魚がやってきて300年記念イヤーです。ズキンドキン。はい、ということでですね、本日大和郡山に金魚が伝来して300年という記念イヤーでございますので、今日は冒頭にもお伝えいたしました通り、永井くん、近藤くん、そしてね、見ていらっしゃる皆さんにお勉強をしていただこうかなと思っておりますので、私のことは市川先生と呼んでください。わかりましたか？はい、先生。わかりました、先生。よろしくお願いします。はい、いいお返事でございます。ではまずこちらをご覧ください。ドドドン。こちら金魚すくいでもおなじみの和金という種類の金魚ちゃんでございます。かわいいですよね。さあ、この金魚と呼んでおりますが、金魚ってそもそもどんな魚なのっていう話なんですよ。永井くん、近藤くん、金魚ちゃんはもともと何のお魚か知ってますか？答えてください。いや先生、何言ってるんですか。金魚はですね、もともと金魚です。金魚、先生、なんか綺麗な色なんで金目鯛とかですか？あんたクレヨンしんちゃんちょっとなんか知らん生徒おるなでもね、2人ともちょっと残念なお答えでございました。金魚、実はもともとはこちら船でございます。船で、2000年くらい昔に中国で見つかったのが、周りの船とは明らかに違う1匹の赤い船。先生、目が飛び出てます。それを人の手により後輩に、はい、びっくりしてます。もうよくこれ出てくるね。この前の時にも出てきたね見たね、はい、見た。で、人の手により後輩に後輩を重ねまして、今の金魚ちゃんたちができたということなんですね。で、当時の金魚っていうのはね、とても高級だったんですよ。なので人々は金運をもたらす魚、金運をもたらす魚、金の魚と書いて珍ユイと名付けたのが始まりと言われております。珍ユイ育て草だ。珍ユイ育て草の珍ユイはこれですよ、金魚のことだったんですね。なるほど。で、この和金という種類が最も原種の船に近い形というふうに言われております。知らんこと。そしてね、日本に金魚ちゃんが初めてやってきましたのが、1502年の室町時代です。テストに出ますよね、持っといてくださいね。1502年の室町時代にやってきて、大和郡山にはですね、金魚がやってきたのは1724年、そう、300年前ですね、江戸時代です。で、大河ドラマとかの、ね、時代劇でもおなじみ、第5代徳川将軍、徳川綱吉の家臣ですね。徳川綱吉の家臣の柳沢義安の長男の義里が初代郡山藩主になる際に持ち込んだというふうに言われております。なるほど、ね、なんか金魚ちゃんの話面白いでしょ。面白い、ね、ということで、私が本なら来た今回の場所はこちら、どんどこどーん、金魚のふるさと郡山金魚資料館でございます。さあ、ここはですね、金魚の卸から養殖業まで幅広く展開している大和金魚園さんが運営している金魚の資料館になっておりましてですね、なんと入場料はただね、もうこれ最高。こちらの資料館ではものすんごいたくさんの金魚ちゃんを見ることができるんですよ。じゃあちょっとね、 VTR ご覧ください。この建物の中には金魚にまつわる歴史を学んだり、金魚という言葉が初めて出てきた古書大和琴始めや、日本で最初に書かれた飼育本など貴重なものがたくさん展示してあります。そしてこの建物の奥には水槽に入ったさまざまな種類の金魚ちゃんが見られる金魚水族館などもありますよ。はい、ということで、永井くん、近藤くんはこの金魚資料館は来たことありますか？はい、僕行きました。ここ大好き。私行ったことないです。でも先生、もっと私金魚がたくさん見たいです。あと先生、このキャラはいつまで続いたらいいんですか？同感です。はい、まだしばらくやってください先生なんでね。ということで、ね、近藤くんがもっと金魚見たいっていうのでちょっとご紹介したいと思います。さあ、こちら郡山金魚資料館代表の島田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スタジオの近藤さんがね、ぜひぜひ見せ、はい、あの金魚見たいっていうことですので、ちょっとご紹介していただいてもよろしいでしょうか？はい、お願いします。はい、さあ、こちらの金魚ちゃん、赤くて
ぽくぽく可愛いですね。なんていう子ですか。あ、これはそうやね、結構ポピュラーで、あの、はい、でどこ行ってもホームセンター行っても売ってる龍金っていう金魚やね。龍金一番人気やね、金魚の中で。ね、なんか金魚といえばこの形というイメージがありますよね。ありがとうございます。めっちゃ可愛いです。もっとちっちゃいですよね、ホームセンターにいると。そうやね。これはもう生まれて丸2年経ってますよね。立派な金魚。はい、はい、お隣、こちらはこちらもポピュラーな金魚で、コメットという金魚ですね。コメットさん、コメットさんはどちらで生まれた。これはね、そうやね。まあ、日本からアメリカに行った金魚が、向こうで品種改良されて帰ってきたんですね。はい、まあ、これだけカタカナというかね。すごい、なんかこう尾びれもシャーっと ね、 そう、尾びれが長いのはなんかあの流星というかね、流星コメットっていう、そうですね、ね、コメットって言うんですって。すごいですね、かわいい、うん、さあ、そしてお隣はお隣、あの頂点眼という金魚ね。頂点眼、頂点に目があるということですね。まあ、目が上向いてるということでね。これ中国の門外不出の金魚と言われたんですけどね、はい、昭和の、30年代に日本にやってきました。はい、すごいですね。なんかちょっとこれもまた確かに金魚のイメージのある形ですよね。さあ、そしてお隣はこちら。これもあの結構人気があるあの金魚ですね、はい、オランダシシガシラって言います。オランダシシガシラ。はい、それでは永井くん、近藤くん、ここで問題です。問題。このオランダシシガシラ、なぜオランダという名前がついたのでしょうか。お答えください。先生、もうそれはバカにしすぎですよ。オランダから来たからオランダシシガシラでしょ。長い句は甘いですよ、それは。多分、うん、オランダの国獣がライオンだからじゃないかな。なんかすごいこと言ってるな。思ってもない言葉を言いましたね。そうですね。はい、じゃあ正解をお願いします。はい、これはそうですね、うん、江戸時代に、はい、からも日本で飼われている金魚で、うん、あのその中国から来たんですね、はい、その当時珍しいものをオランダモンって言ってました。はいはいはい、当時鎖国をしてた頃の、そうですね、そうですね、名残で何でもこう珍しいものはオランダモンと呼んでいたっていうことなんです、はい、それだけ珍しかったってことですね。すごく珍しい。へえ、すごい、まあ、確かに珍しいです、可愛らしいですけどね。はい、はい、じゃあそのお隣行ってみましょう。続いてはこちら、何というお名前ですか。これは金魚の王様と言われているランチュウですね。ランチュウ、まあ、頭のコブが特徴ですよね。はい、背びれがないでしょ。ほんまや、背びれがない。さっきまでずっと背びれあったのにね。はい、へえ、まあ、昔は漢字で卵虫って書いてるね。えあの鶏の卵にしてるって感じ、ね、あ、そうなんですね。で、ランチュウ、ね、ランチュウ、結構高級なやつですね、うん、そうですね、金魚の王様と言われて、これ、まあ、品評会全国でやられてますね。年に1回全国大会もあります。はい、さあ、そしてお隣。はい、これは地金って言われてる金魚ですね。はい、ちょっと白いですね。そうですね、時期でも地元の金魚という意味でね、うん、はい、あの江戸時代、愛知県の天然記念物ですね。愛知県の天然記念物ということなんですが、永井くん、近藤くん、ここでまたまた問題です、はい、この天然記念物に指定されております時期、模様をよく見ますと、なんかみんな同じ模様してるでしょ。この時期ちゃんの模様、なぜ同じような模様なのかお答えください。どうぞ。いや、先生めっちゃ難しいやんか。あのね、一匹ずつ同じスタンプ押してる。スタンプで。スタンプで。スタンプで。わかりました先生。何ですか。きっと多分それはドローン、クローン技術だと思います。ドローンちゃうわ、クローン。ドローンは空飛ぶやつです。ドローン空飛んでへんわ。実は永井さんがちょっと惜しいですよね。惜しいの。柴田さん、ちょっと答えをお願いします。そうですね。これはあの、ちっちゃい時にね。はい、あの色、白、鱗を剥いで朝食するんですね。鱗を剥いだとこは白くなるんです。そう、実は人の手によって一匹一匹この模様になるようにちょっとこう、そうですね、細工しているんですね。その技術を競う金魚やね。結構人気があって愛知県とかでは品評会やられてますね。ね、すごいですよね。ということで、永井くん、近藤くん、私たちにとって身近な存在の金魚ちゃん、いろいろ知ると面白いでしょう。もう種類もいっぱいあるしね、はい、先生も金魚って面白いなと思いました。さあ、島田さん、この金魚ちゃんたちがたくさん見られます郡山金魚資料館の営業時間教えてください。はい、営業時間は、9時から5時までで、はい、定休日は月曜日です。祭日も休んでいます。はい、というわけで、大和郡山に金魚が伝来して300年ということでね、金魚の良さ、そして歴史など改めて見つめ直してはいかがでしょうか。島田さん、ありがとうございました。はい、スタジオにお返しします。私たちはいつまでこうやっていたらいいんですか。先生、
ここはもう終わってもいいんでしょうか。これはすみません、あなたの今日の声おっさんにしか聞こえないけどな。子供の気持ちでやらせていただいてますけれど。でもやっぱりね、金魚のことはね、金魚自体は分かってるけど、やっぱり詳しくは分からん。もう今日はね、目から鱗ですね、金魚だけに。どやー、ありがとうございます。終わりかい。さて次回は次回はですね、土方兄弟が奈良でも楽しめるビーチを紹介してくれるということなので、お楽しみに。以上、本なら行こうかのコーナーでした。 KCN 情報発信スタジオ、今朝まだまだ続きます。西野です。ナダルです。スーズ高見です。僕ら3人がお届けする番組、コロコロチキチキペッパーズのイヤベーザー。この番組は僕たちが奈良で活躍されている皆さんのもとに突撃し、いろんなヤッベーザーをご紹介します。ヤッベーヤッベー、真面目にせえ。視聴率は 100%。 勝手なこと言うな。絶対見てね。この CM 何回見ても面白いですさて続いてはですね、ピックアップなら後半、奈良っとこのコーナー行きましょうか。はい、今回は神秘的なお花を楽しむことができるイベントを美濃さんが紹介してくれます。はい、それでは奈良っとこ。奈良っとこ。どうも、奈良真希子です。さて今回はご紹介いただきまして、薬師寺にやってきました。今こちらで行われているイベントがあるということなんですよ。イベントこの時期にってなったらね、あれかしらって思ってらっしゃる方もいるかもしれませんね。では早速境内にお邪魔しようと思います。奈良とこ。まずはですね、奈良市観光協会の大山さんにお話を伺います。よろしくお願いいたしま す。さてここで行われているイベントっていうのをまず何なのか教えていただけますか。はい、奈良西の京ロータスロードといいまして、はい、ここ薬師寺さんを含め、奈良市の西の京というエリアには蓮の花が有名なお寺さんが4つあります。西大寺さん、紀行寺さん、東照大寺さん、そして薬師寺さん、その4つのお寺の花と、それからお寺巡りを楽しんでいただく企画をやらせてもらってます。なるほど。実はですね、こういったものをご用意させてもらってます。はい、4つのお寺さんを巡っていただく共通拝観券、これさえあればですね、はい、もういちいち拝観の受付でその都度お金を払わなくてもお回りいただくので、こういった券を導入させてもらってます。なるほど。じゃあもう全部行くよという方はまずはこの共通拝観券をゲット。はい、はい、でこの共通拝観券、拝観、できるだけではなくて、さまざまな特典がついておりまして、嬉しい。ロータスロードの期間限定の御朱印を求めいただけます。めっちゃ嬉しいじゃないですか。拝観券持ってないとこれもらえないですね。そうですそうです。特別な、はい、御朱印は、はい、なるほど、はい、そしてそれからですね、ちょっとさりげなくかけてたんですけど、このロータスロードオリジナルグッズも、これも、はい、もらえちゃう。はい、おしゃれな感じです、はい、これ持って巡っていただければなと思ってます、ね、でまだありまして、西の京のエリアで使えるクーポンというのをご用意しています。お寺とハスを楽しみながら、さらにちょっとお得なことがついてくる、はい、これはめっちゃさすが考えましたね。ありがとうございます。早速ハスなんですけどね、どこにあるのか、ね、こちら薬師寺さんの金堂というお堂、はい、立派なお堂があるんですけれども、ぜひここは薬師寺の僧侶様にご解説をいただければと思っております。あら、お願いしておいてもらったんですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さてまずはですね、こちら薬師寺さんの歴史についてお話しいただいてもよろしいですか。はいはい、薬師寺は今から約1300年前に時の天皇第40代目の天武天皇という方がおられました、はい、その加藤天皇様の奥様皇后が病気になられましたんで、皇后の病はそのまま国の病だから、国の病も治したいということで、薬師寺を作ろうということで、がんを発しまして、作り始めたんですね。はい、でその先に天武天皇の方が先に亡くなってしまわれましたので、あとついて様皇后様が即位されまして、第41代目の持統天皇となって薬師寺を完成させるという、40代目と41代目のご夫婦の愛の結晶が薬師寺という流れになってます。あ、はい、そうなんですね。ここが一番メインの堂ですからね、
近のお堂金堂と申しまして、はい、一番中心のお堂なんですね、何回も薬師火事で燃えましたんですから、仏像は化学反応でああいう黒くなってしまったんですけど、本当はね金色だったんですね。なんで金の仏像を祀るから金堂ということになってます。じゃあこの金堂なども、はい、本当はあの焼けてしまった、はい、焼けましてね、なんとかこの1300年前のお堂を復興したいということで、薬師は檀家さんがない代わりにお写経をしてもらって、お写経のご縁で復興しようということをですね、もう55年前にこう、ね、考えまして、そのお写経によってこのお堂がこう復興してきたと。そしてお隣に見えているのが塔と、はい、はい、唯一薬師寺でですね残ってる国宝の建物でございまして、だいぶまあ傷んでまいりましたんで、修理しましょうということで、この度やっとこの12、3年かかってこのできたばっかしで、一番こうリニューアルしてね、こうシャキンと元気な姿で取り戻した建物が塔なんですね。この平城京で一番古い建物なんです、実は。もう私の後ろにいらっしゃるのが御本堂、そうなんです、いらっしゃいますね、はい、はい、どうしてもね合唱してもらって、病気併用なんですね、はい、薬の先生なんで薬師と言いますからね、自分の病気のみならずね、人の病気もね、心の病気もいろんな病気が治るようにと、こう祈ってもらったらと思います。真ん中がドクターならば両側がまあナースと、こういう位置づけになりますので、はい、手前の右の方は火の光という漢字で日光と読むんですね、まあ、昼間の看護師さんになってます、はい、奥の方は月の光はこう月光と読まなくて、まあ、学校と読むんですけども、晩ですから、まあ、夜の看護師さんですね、まあ、夜勤ということでね、年中無休でもね1300年間ずっとオールナイトで守ってるというようになってますんで、はい、いつもね、まあ、安心して拝んでもらったと思います。本当、はい、めちゃくちゃ今分かりやすかったですが、本当にもう守っていただいているっていうことですよね。うわー、でもここに入ってくるとやっぱ気持ちが落ち着きますしね。いよいよハスに会えました。めちゃくちゃ綺麗に咲いてますね、はい、全部合わせますと約200鉢はございますんで、200、はい、うわー、そうなんですね。でもね、はい、なんでまたこの薬師寺でハスをこうやって育てるようになったんですか。はい、まあ、あの薬師寺というよりも仏教で非常にあのハスがご縁が深いですし、もともと仏教インドのものですからね、はい、インドではもう国の花になってますからね、そのところでは極楽浄土のハスの花ということもありますし、いろんな意味で仏教には関わりが深いので、薬師寺でも置かせてはもらっております。一つはこの有名な言葉ではハスの如くという5つ、ここの徳がありますっていう話があったりするんですね、はい、まあ、1番目から申しますと、お出不全の徳と申しましてね、この泥の中から染まらず美しい花を咲かせますっていうような話が一番、まあ、あのハスが仏教に近いというよく言われるところでもありますね。で、二つ目は茎、一つの茎から一つの花が咲きますっていうんで、はい、一景一花の徳という言葉がありまして、はい、唯一無二と。で、三つ目はですね、はい、このお花とこの種、ね、実が一緒にできるっていうふうによく言われますんで、はい、花果同時の徳というふうに言われますね、まあ、花とね、実が一緒にできるんだということはね、尊いというよく言われます。なるほど、はい、で、もう一つは蓮からたくさんのこの実ができますと、種ができますと、はい、いうことですので、一家鷹の徳と言ってね言われますんで、はい、一つのね清らかな教えからいろんな方々にその教えが広まっていくという意味でもですね、仏教にも相通ずるものがあるかなと思いますね。あ、そうなんですね、はい、まあ、5つ目なんですけれども、中古下直と申しましてですね、中が空っぽでぐっとまっすぐですね伸びていくっていうのは、心を無にしていって清らかな気持ちでもって育っていこうという意味が仏教に近いと言われるので、そういった徳もございます。わあ、こうやってお話聞いていると、本当にハスの花はこう仏教とすごく深いつながりがあるということですね。そうですね、いろんな教えがね、ございますので、はい、そっか、その教えも知った上で、ね、ハスをじっくり眺めると、ね、また本当清らかな気持ちになりそうですよね。そうですね。というわけで、今回の奈良っとこは現在、ハスが楽しめるイベント、奈良西の京ロータスロードをご紹介いただきました。いや、もう今回は薬師寺さんからということでしたけれども、こうやってね、朝実はね雨が降ってたんですが、雨露も一緒に楽しめて、私はこれはこれでまた素敵だなと思いました。ということで、お寺とハスの花がすごくゆかりがあるということも知ることができました。お二人、本当に今日はありがとうございました。ございました。では最後に、せーの、奈良とこー。
皆さんちょっとね最後のね安田さんのね、うん、ポーズちょっとご覧いただきました。こういうポーズ取られたんですけども、うん、実はこれね、ご本尊の社の、まあ、台座あるんですが、うん、台座の彫刻に実際に書かれてるもんなんですよ、うん、でこれはですねなんと世界共通でこのサインは、うん、I love you ということを示しているへほら今あそこなんですよほらほらほらほんまやってるすごいでしょ、うん、つまり1300年前から I love you というのがあったということですよへこれってすごないですか、うん、今回これはもう正真正銘習っとこですよ、うんでね、これね実物なんですけれども実はですねちょっとねその台座のとこの衣がかかってて見にくいんでほうほうご興味のある方はですね、うん、東総合にあります、薬師如来台座の模型をご覧ください今模型だったんですねだから分かりやすいと思います、うんうん、そういうとこぜひチェックしていただきたいと思います、はい、いや僕もねこれ実はね初耳やった、うん、1300年前から I love youいいですね愛の形は変わりませんねうまいね、ハスの花でなんですけれども現在見頃を迎えておりまして、はいでもハスは午前中に花が開きまして午後にはねこう閉じてしまう植物ですのでぜひ午前中にね見ていただくのをおすすめしますさて次回は次回はですね奈良飯ぞっこんで木戸さんが夏を乗り切るスタミナランチをご紹介してくれますのでお楽しみに以上ピックアップ奈良のコーナーでした続いては皆さんに癒しをお届けするコーナーその名もアニスタのコーナーでございますさあ今回はどんな動物登場かお楽しみにはい可愛い動物たちの映像で癒されてくださいそれではどうぞは地面の上を歩き回って餌を探して夜は眠る時とか高い木の上とかに泊まって寝たりはしていますでここの子たちはみんな泊まり木に泊まって寝ていますねで性格は縄張り意識がすごい強いのが一般的では言われててで順位付けのためにオス同士は激しい喧嘩をする反面すごい女の子にはとても優しい子が多いです美味しいおやつとかをメスに譲ったりとかメスがずっと食事中であればずっと見張りをしたりとかメスがどんなにつつかれてても反撃はせずに我慢したりとかはしますね奈良の宇田のあるところにじい様とばあ様の鶏が庭仲睦まじく暮らしておったそうな昔話始まったでじいさま今日はいい天気ですねあ聞いたことある声声おお、ほんに今日はいい天気じゃ あるあるこんな日は食欲が増して飯もどんどん進むの、うん、なあふさえほう今日は何かいいことが起こりそうな気がせんか、うんうん、ふさえ聞いとるかとみこじゃえふさえは隣のニワトリじゃおいわしの名前はとみこじゃえらいこちゃとみこ好きじゃもう取り返されへんと思うとみちゃんとみこが今日夢に出てくるじゃないですかあでもね、うん、あチャボってのは、小型のニワトリの総称なんですね、うんうんうん、ちょっとそれも知らなかったですわ、あとまあ、5番の碁石 の、はい、感じで碁石あの模様がね見えましたねぽい感じの、感じでございましたけれども、はい、さあ毎週ねさまざまな動物たちをお届けしたいと思います、うん、皆さんのお家で飼っているペットのね情報などもぜひぜひお寄せいただきたいので、情報お待ちしております以上アニスタのコーナーでしたさて続いては皆さんから写真やメッセージをお寄せいただきご紹介するコーナーその名もみんなのネギニュースですまずはベストショットです生駒市ののりさんからいただきましたのりさんありがとうねはい夏到来ということでそろそろ梅雨も終わり本格的な夏の始まりでしょうかセミが浮かし声が聞こえるようになりました写真は7月13日の朝5時半です、うん、30分後に飛んでいきましたすごいねまずはのりさん朝5時半に起きてはんねんね早いね早起きそこが来たないやでもこれすごいなすごいちょうどのタイミングやな もういきなり出てきてお何飛んのみたいなね、うんうんうん、セミは思ってるかもしれませんちょっと待ってよ確かにセミの声だいぶ聞こえるようになりましたね夏らしい夏やな続いていこう柏市のボンバーさんからいただきましたボンバー、はい、永井さん
近藤さん、こんにちは。こんにちは。先日7月13日に藤原旧跡の蓮の花を見に行きました。蓮は朝に花が開くそうですが、午後からでもかなり花が開いていて綺麗でした。当日はあいにくの曇り空でしたが、天気が良ければ一段と綺麗だったと思います。次は秋にコスモスを見に藤原旧跡に来ようと思ってます。次は晴れますように。まあ、藤原旧跡このように蓮とかね、で今言ったコスモスとか、はいはい、菜の花とかいろんな花綺麗ですからね。そうですね、四季折々の、はい、ありがとうございます。まあ、蓮はね、先ほどもやりましたけれども、今ちょうどロータスロードね、はい、ありますから、そちらの方もぜひチェックしてください。お願いします。さあ、続いては橿原市のひさちゃんからいただきました。ひさちゃん、はい、うちの保護猫黒猫の、呼ばれてない、はい、どうぞ。ジジは7月15日で6歳となります、うん、白黒ミックスのウユ、1歳、7月12日でうちの子になって1年。2匹ともそんなに相性は良くないのですが、なんとなく距離も縮まってきています。おとなしくお利口さんのジジ、よく食べ、よく遊び、よく寝るわんぱくなウユ。2匹とも違う環境から引き取り、当初は大変でしたが、病気もせず元気で暮らせていることに感謝しています。いただきます、はい、ありがとうね。さあ、このようにですね、これね、アニスタにね、この動物出してほしいなと思う、送ってきてほしい。もうひさちゃんお願いしますよ。そう、かわいいペットの情報お待ちしております。メッセージ行こう。奈良市のもちこさんからです。もちこ、うなぎ美味しそうでしたね。長井さんの誕生日も土用の牛の日もどちらもバッチリ覚えました。今年は長井さんの誕生日を祝いながらうなぎを楽しみたいと思います。これ毎年じゃないですかね。うなぎのね、うん、今年は土用牛の日ということで、ありがとうね。はい、もう一応、はい、宇田市のえんちゃんからいただきました。えんちゃん、いつも楽しく見ています。ありがとう。特に木戸さんの奈良飯続行のコーナーが大好きです。はいはい、美味しそうに食べる姿にテレビの前で一緒に食べた気分になっています。これからもいろんなところを紹介してください。来週はね、奈良飯続行ね、夏のスタミナ料理ということで、木戸さんが行きますから、で、蓋開けるときに必ずパカって言いますからね、ご注目ください。さあどんな写真でも OK ですので、皆さんのベストショットどしどしお寄せください。オーバーケースタホームページの投稿フォームからお願いします。私たちへのメッセージもお待ちしています。番組で取り上げさせていただいた方にはオリジナルグッズをお送りします。以上、みんなのネキニュースでした。続いてはプレゼントのコーナーです。今回はグリーンプラザ山町提供、スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様に、大和文化館提供、特別展レスコビッチコレクションのすり物招待券をペア2組4名様にプレゼントします。ご応募はケースタホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募はハガキや E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、お名前、ご連絡先と番組へのご意見、ご感想、ご記入の上、皆さんぜひご応募ください。そして先週のプレゼント当選者はご覧の皆さんです。おめでとうございます。さあ、ケースタでは皆さんから情報をお待ちしております。地域のお祭りやイベント、人気のあの人、あのお店、ネキニュース宛ての写真、アニスタへ登場したい動物たち、私たちへのメッセージなどなど、皆さんから情報をお待ちしております。まあ、今回は何といっても奈良とこの、ね、I love you、 このサインが1300年前からあったというのはすごい。そうですね、使ったことなかったけど、これから使っていこうかな。 I love you、 いいね、何も言わずこうやったらいいよね、うん、かっこいいよね。さあ、このポーズもいいんですけども、はい、こちらのポーズもぜひ。そうそうそう、でこれ言うときますけどね、ただのポーズちゃうんですよ、うん、実はね、隠れてるんですけどね、後ろの肩甲骨のこれ体操にもなってるんです。そういうことか。だから皆さんも一緒にぜひやってこう健康になりましょうね。った、ごめんなさい、私だけの感想です。それでは参りましょう。 KCA で情報発信スタジオ、ケンタ、また来週です。さようなら。さようなら。あ、肩甲骨伸びるわ。